さくなさんが鬼島に旅立ってからというもの、私の日々は目まぐるしく変わっていった。灵魂壊掉了。カムヒツキ様より大役をいただき、他の神々からも称賛され、これではまるで友と引き換えに名誉を得たようではありませんか。そして今また私はどこかサクナさんの影に怯えてしまっている。何者です。何者です。鬼、どうして都の中に。これは米、そして文ですか。原来一切背后是有人在操纵的。サクナさんがチョコを渡し帰ってくれば、きっと私はまた元の日陰者に戻ってしまう。しかしだからといってサクナさんの邪魔を。鬼を使わすような何者かに組みして良いはずがない。明明知道这一切都是不对的。可是ないのに。可是心はいるか。サクナじゃ、ここを開けてくれ。嘴巴张超大。あに他的嘴巴好可愛。サクナさん、もう帰ってきたというのですか。サクナさん、今はとても顔を合わせられない。現在不行。待ってくれ、心は聞きたいことがあるんじゃ。待ってくれ。おひいさま、目立ってはなりませぬ。他の神に見つかっては面倒ですじゃ。低調低調。我们是偷偷跑回来的，要低调。高调。然后又被赶回去了。对。低调些。むむ。しかし、追わんわけにはいかん。星环，どうしたんじゃ心は。わしがわからんのか。不要跑啊，星环。邪魔をするでないわ。炸了，炸爽了。啊，我们刚刚吃的那个没有 吃自动回血。我想说，哇，这边炸成白痴了。好，不用打，打这干嘛？不掉东西。你忘了我是谁的吗？お主の親友じゃ。
親友。怖い。やへややへや。今にして思えば、私はその言葉に苦しんでいたのかもしれません。うん。あなたが去ってようやくいただけたお役目、せめてこれだけでも務め上げねば。私は私を認められません。うわあ、와우잘려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 ものを作ってくれたの。これじゃな、お主が流しておるという米は。うう甘ほほが一つも置いとらんではないか。カムヒツキ様もご執心なんじゃの。どうして何も話してくれんのじゃ。知らぬ間に嫌われておるなど、わしは納得がいかんぞ。あなたはいつもそうして自分のことばかり。心はお主好きな時に食べて寝て、書を読み笑って、奔放に生きてきたあなたと違い、私はずっと努力を重ねてきたのです。認められなかった。家名に寄りかかり税を貪るあなたばかりが目立っていたせいで、初めていただけた大役なのです。烧起来了烧起来了。ようやくお認めいただけたのです。もうあなたの影に怯える私で痛くはないのです。烧起来啦。おい、心は後ろの後ろ。後ろがどうしたというのですか。私の話を聞いていましたか。你要这么闹吗？你要再炸一次？いつもいつもあなたはそうやって私を軽んじてばかり。完了完了完了。いや、あのな、その話は後でも。炸了炸了炸了。どうしてだ。仮にも親友と呼んだ者が、真告白的时候こうして涙を流し、思いの丈をぶつけているというのに。ああ、間に合わん。要爆啦。
何やら香ばしい匂いが。神灵树表示真香。サクナ姫よ、鬼島におるはずのその方が勝手に都に戻った挙句、一度ならず二度までも我が宣伝をぶっ飛ばすとは、何か申し開きはあるか。恐れながら、あの御家殿に収められたるは我が尼子に混ぜ物をし中毒性を高めた危うき米にございます。カムヒツキ様のお口に入ることがなきようことを急ぎましたゆえに、反するほかございませんでした。いわば前の爆発が悪しき爆発とすれば、こたびの爆発は良き爆発にございます。え、好好说话吗。その方、スラスラとむちゃくちゃなことを申すな。もうよい、その方の処置は後じゃ。心は姫よ、その方が流した米についての話はまことであるか。は、何もかも桜姫の申す通りでございます。私は友を妬むばかりに悪事に手を染めてしまいました。どうかいかようにもお咎めを。ほう、良き心がけじゃ。近頃のその方らの働きには目を見張るものがあっただけに失望も大きいぞ。極刑は免れぬと思う。失えぬ。からくり兵が二度と作れぬだけでなく、还放大了。派手な騒動の後に養殖にあった上級心を処したとあらば、皆に訳を掘り返されること避けられず、噂が噂を呼び、ひいては他の親族にもからくり兵のことがバレて面倒な話になりかねない。それはまずい。まずい。陣にしても何も気づかず、宣伝を埋め尽くすほど中毒前に熱を上げておったなどと知れては最高に恥ずかしい。最高に恥ずかしい。最高に恥ずかしい。確かに、主神として故郷に関わる。ああ、心は姫よ。こたびの一連の騒動、本来であれば極刑に処するところではある。当成他很大方之類的が、これまでのその方自身の働きと桜姫の友を強く思う気持ちに免じ、特別に許すとしよう。寛大なお言葉、恐悦至極に存じまする。カムヒツキ様も大概いい加減なもんじゃの。であるから、サクナ姫についてもようやったということになるか。うむ、ではその方についてはこれからはいつでも都に戻ってよいこととする。鬼島に関する直までを取り消すわけではないが、疲れた時は羽を伸ばしに帰ってくるがよい。ははー、はーい。久しぶりの我が家じゃ、落ち着くのー。カムヒツキ様があの調子なら、わしはもうほとんど許されたようなもんじゃな。
たまに島に行って米を作って帰ってくるだけでも何も言われんのではないか。そうやってすぐ調子に乗られるのがおひいさまの悪い癖ですじゃん。まあまあ、とりあえずは何日か都でゆっくりしよう。結局あの後も心は和口を聞いてくれんかったが、たまには買い物もしたいし、おぼろ月講師の新作も読みたいし、綺麗な衣で身を包みたいぞ。楽しみだよ。眼睛真的睡吗？うるさいの。剣のくせにいびきをかいて眠るなど。結果是魂爷的打呼声。他是一把剑哦。あやつらは今頃何をしておるか。足蜘蛛もいるし、しばらくわしが離れたところで大事はないと思うが。野良仕事も面倒じゃったしの。わしが見ておらんとはどうにもならんからな。離れられてせいせいじゃ。はて、出てくる前、わしは水路の問いをあげたっけ？下げたっけ？わしがおらぬ間こうしろと田植えもんに何か申しつけたか？果たしてあやつらに家を任せてよいのか？担心他们。何日も？ビビ、不要敏感。もし突然の嵐が来たら、わし抜きであやつらはどうする？気になって寝られん。さくなさん、心は見送りに来てくれるとは思わなんだぞ。不过这一段意外的单纯一点，我以为他会黑化，结果没有。やはりちゃんと話さねばの。結果还是好朋友。親友と呼ばれて苦しんでおったと言ったな。すまなんだ。等一下讲，萨库纳也是成长。ここにいた頃のわしは。あまりに幼かった。今ではそれがわかるぞ。特にお主には甘えてばかりで、そのくせ何かと偉そうにしてしまって、きっと何気ない言葉でそれはたくさん傷つけてきたのであろうな。しかしこれだけは分かってくれ。わしは今でも透明で美しいお主のことが好きじゃ。本音を打ち明けてくれて嬉しかったぞ。私もさくらさんには憧れていました。いつも自信に満ち、堂々と他者と接することができる。私にもそうした振る舞いが少しでもできていれば、あなたの影に隠れて見られることもなかったかもしれません。心は何もかも話せてすっきりしました。私が長い間抱えていた悩みなど、たったこれだけのことで晴れるものだったのですね。私を友と呼んでくれますか？それはもちろんじゃが、お主の方はまことにそれでよいのか？
あなたはカムヒツキ様に逆らってまで私を案じ遠く離れた鬼島から来てくれた。私の話を全て受け止め聞いてくれた。そのことは生涯忘れないでしょう。紛れもなくあなたは私の大切な親友です。さくらさん、これからもよろしくお願いいたします。よし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 、鼻水をつけないでくださいまし。今後は私からも島に遊びに行きますわ。困ったことがあれば頼ってくださいね。イエーイ、我们又有朋友了，不是边缘人了。你好惨。那个这一段真的，前面真的他就是个小屁孩，前面营造的，那这一段真的可以让他感受到他真的成长。他也是强忍着悲伤，因为毕竟他也是真的把冰环当成了他最好的朋友。但他没有想到的是，他也同时造成星环有这么大的压力或什么阴影之类的。但有一部分我觉得也是星环自己也有一些问题的，就他没有试着跟 Sakuna 去表达。哦，这一段蛮喜欢的。走力觉醒。